こんにちは、心です。寒い季節には羊毛フェルトで何か作りたくなります。今回はとりあえずいちごでも作ってみようかなと思い立ってやってみました。ストラップにするくらいの小さないちごです。今回の作り方紹介はいちごだけになります。いつも気まぐれで作り始めちゃうのですが、よかったら見ていってください。コロコロ心生活。羊毛フェルトはちょっとやったことがある程度なので、道具も材料もほぼ100均のものを使ってます。ニードルとスポンジと、いちごなので赤と緑の羊毛フェルト、あといちごのつぶつぶに黄色のフェルトを少し使いました。材料や道具が少なくて済むので気軽にできて嬉しいです。あと邪道かもしれませんが、私は芯に毛糸をよく使います。今回作るのは小さないちごなので、出来上がる予定より小さめに毛糸玉を作ります。おおよそのところで毛糸をカットします。ニードルで深めに何度か刺すとほどけなくなります。この時、ゆっくり刺してください。指を刺さないように気をつけてください。この動画の中で、私はたびたび見やすいように手に持ってやってますが、ニードルを指に刺す危険があるので、スポンジの上でやってください。赤いフェルトを少し取ってほぐします。さっきの毛糸玉を赤いフェルトでくるみます。刺し固めていきます。いちごの形を作りたいので、この時できるだけ三角錐みたいな形になるよう気にしながら刺していきます。なんとなく形ができてきました。ヘタがつくところをちょっとくぼませます。ゆっくり深くニードルを刺すとへこみやすいです。芯にした白い毛糸がまだ少し見えているので、さらにフェルトを足します。
黄色か白のフェルトで粒々を作ります。ほんのちょっとの白か黄色のフェルトを軽く固めておきます。粒々をつける場所をだいたい決めて、本体に刺して形を整えます。輪郭を押し刺していく感じです。こんな感じになります。ヘタを作ります。緑のフェルトを葉っぱ1枚分くらい取って、片方を押さえながら差し固めていきます。こんな感じになります。これを葉っぱ5枚分作ります。5つできました。ふわふわした方をいちごのくぼみ部分に押し刺します。ヘタの先っぽをちょうどいいと思う位置に刺して留めます。くっつけたいときは、ゆっくり深めに繊維が絡むように刺してください。刃の全体刺しますが、このとき輪郭は深めに、表面は浅く細かく刺してください。こんな感じになります。同じように5枚やります。5枚つけたら整えます。
これでいちごは完成です。下げられるように丸カンをつけます。丸カンをしっかり閉じます。針に手縫い糸を通してヘタをつけたへこみからいちごの先端に針を貫通させて またヘタのへこみに戻す。丸カンに通してまた先端に貫通させてヘタに戻す。これを繰り返します。硬いので怪我をしないよう気をつけてください。私はたまにペンチで針を引っ張ってます。丸カンに糸が 2,3 回渡ったら、最初の糸と一緒に玉留めか固結びにします。私は2本取りでやりました。糸を隠すのですが、ヘタ部分は緑のフェルトを少し取って、糸と丸カンに渡るようにかぶせて、刺して糸を隠します。こんな感じで隠れました。いちごの先っぽの糸も赤いフェルトで同じように隠します。できました。ストラップパーツにつけてみました。出来上がりです。いちごだけでも可愛いのですが、私はちょっとプラスしたかったので、小さなお花も作りました。お花にも丸カンをつけて、お花といちごが重ならないように長さに差を出しました。ストラップじゃなくても、小さな可愛いチャームになるので、よかったら作ってみてください。
最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではいろいろなハンドメイド品の作り方や生活を楽しくするちょっとしたアイデアを紹介していきますので、また見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価いただけると励みになりますので、よかったらお願いします。